それでは皆様お待たせいたしました。これより棋士の方々によるトークショーを始めさせていただきます。それでは改めて棋士の皆様にご登場いただきましょう。拍手でお迎えください。どうぞご登壇ください。なおこのトークショーの模様は会場後方の3台のカメラにて映像を撮影させていただきます。ご承知おきくださいますようよろしくお願いいたします。どうぞ皆さんご着席ください。さて今日のトークショーの進行は村屋さんが、はい、引き受けてくださいましたので、ここからはバトンタッチしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではトークショーということなんですけれども、早速まず皆さんにちょっと伺いたいことがありまして、まずテーマは対局、将棋の対局、はい、私たちの本業である対局のことについてなんですけれども、はい、まあ、対局後の過ごし方、まあ、勝つ時も負ける時もあると思うんですけども、はい、まあ、皆さんどんな風にこう過ごしているのかなということをちょっとお一人ずつお聞きしたいんですけれども、はいはい、じゃあ順番に行きましょうか。戸辺先生、あ、こっちからですか。あ、はい、あ、分かりました。対局後ですね。はい、あ、なんか普通の過ごし方みたいな感じでいいですか。はい、じゃあ勝った時と負けた時、ちょっと勝った時、はい、勝った時はですね、やっぱりなんかこう気分がいいので、はい、ちょっとやっぱお酒を飲みに行きたくなったりとか、はい、ご飯を食べに行ったりとかね、したくなりますよね。ちょっと今はねコロナがあるので、ちょっとなかなかできないんですけれども、勝った時はかなり気分がいい状態です。なのでそうですね、平常時は結構飲みに行ったりとかしますね。負けた時は結構まっすぐ帰って、はい、うん、やっぱまず反省しますね。あ、反省しますね。今日は指した人の、はい、そうですね、刺して帰って、はい、盤でまず並べて、どこが悪かったかなとか反省をしないと、ちょっとなんか落ち着かない感じがして、はい、でそれであんまりこうその日のうちに消化しておけば、その後引きずらないのかなっていう感じでやったりはしてます。はい、中川先生いかがですか。はい、反省、若い時はね、20代くらいの若手の時は確かにね、ちょっとその反省をして飲みに行ったりせずにね、反省の方を重視したけども、最近だとやっぱ心のその傷を癒す方をね重視してね、やっぱりもうまあ、何はなくともお酒をね、はい、今のご時世ちょっとなかなかね、その外に行ってってわけにいかないけども、少し前だったらばやっぱり場合によってはもう対局相手とね、はい、親しければちょっといっぱい30分だけと言いながらね、2時間ぐらい行くような感じのパターンですかね。はい、うん、で勝ったら勝ったら気持ちいいから、ちょっと一軒行きましょうみたいな感じで、まあ、その時はメンバーが増えるもんね、その他の対局終わった棋士を連れたりね、なるほど、メンバーが増えるんですよ、大勢で行かれるということですね。まあ、楽しいのは、まあ、みんなで分かち合おうということですね。お、じゃあ皆さん結構外でこう人と話したりとかお酒を飲んだりして過ごされることが多いですね。うん、そうね、やっぱりちょっとリラックスしたいですからね、対局終わって、まあ、対局前まではこうピリピリとしてますし、ね、気が張ってますので、うん、まあ、少しこう解放されたいという気持ちもありますか ね、うん、先生、差し支えなかったらどういうメンバーとか多かったとかありますか。ね、大体ね、同年代の棋士が多いですかね、はい、そういう場合ね。あ、でも昔のね、はい、我々健全でね、昔の先生なんかね、飲みに行くために将棋やってたんじゃないかっていうね、この自分よりもちょっとこう上の 20歳ぐらい上の、ね、メンバーは、はい、もう対局中からなんかそわそわしてね、隣のその、ね、中の位置の対局終わるのをね、待ってたりね、感想戦を見ながら、ね、待ってたりしてね、で、あるいは先に行ってるぞみたいな感じでね、こう一言残してから、どっか新宿かなんかのこう行きつけの店にね、こう行って。本当に待ってるんですよ、いや、そういう光景ありましたよ、なんかそわそわしてる、対局中朝から今はね、そういうな、まあ、なんていうかな、おおらかな時代じゃないんでね、あれなんですけども、昔はそんな感じでしたよね、昭和の時代ね、うん、ということですが、女流陣の方は、はい、また過ごし方、棋士の皆様と結構違ったりすると思うんですけれども、はい、お二人は、じゃあ、あじさんから。そうですね、はい、なんか男性棋士の方楽しそうですね。そうですね、はい、気楽だよね。あ、いい
ですね。でも女流でもあのちょっとカフェ行ったりとかすることありますよね。そうですね、結構あの終わった時間がバラバラなので、たまたま結構よく喋るあの棋士、女流棋士の人がいると、あの黎明のそばのドトールでなんかケーキ食べて、そんな具体的に言って大丈夫具体的すぎましたでちょっとお茶して帰るってこともあったんですけど、ゆき、はい、ちゃんも結構ありますか？ありますね。あの棋士の先生方と決定的に違うことは、その女流棋戦は大体3時4時夕方に終わるんですね。なのでそこからお酒行くぞってならないんですよ。まずお店も開いていないので、なのでまあちょっとカフェ行きますかっていうのが、まあ女優の中では結構あるのかなという感じで、まあ私は飲んでましたけどね。あのやっぱりとか言って、はい、一人〇〇が好きで、はい、一人で飲みに行ったり、一人で焼肉行ったりとか。あ、一人で焼肉、渋いね。え、渋いですか？本当ですか？かっこいいね、うん、なんか一人で喜びをこうね噛みしめて、まあ、負けた時は焼け酒をしてという感じでしたけどね。今はちょっとできないので、はい、なんともなんですか。私はあの公式棋戦は引退しているので、対局はしばらくさせてないんですけど。お酒といえばね、お酒といえば矢野ちゃんじゃないですかそんなことない。しかも対局後には行かないですか？行かないですね。あ、行かないで、だいたい興奮冷めやらぬまま家に向かうので、普段よりも長くこう徒歩の時間を、なるほど、なんか結構長く歩いて、歩くんですね。歩いて少し興奮を抑えながら疲れさせて家に帰って、あ、ちょっとでも分かる気がしますね。それで家に帰ってちょっと小説とか漫画とか読んで、世界観を、気分を変えてよく寝るっていう。なるほど。お酒を飲まないでよく寝てました。あ、なんかいい過ごし方な感じがします、ね、健全ですよね、うん、健全ですね、それね、うん、それすごい参考になりますね。いや、見習いたいと絶対できないと思う。できない、できない不可能です。できないですね。不可能です。いや、でも戸辺先生の その日のうちにこう反省するっていうのは、はい、なかなか勝ってればいいんですけど、負けた時にできないんですよね。どうしてもこの負けた棋譜を見るっていうのは、そう、分かります。そうなんですよね。いや、でもなんかモヤモヤが残っちゃう感じがして、たまにやっぱ飲みに行くこともあるんですけど、でもやっぱ帰ったら寝る前に帰ってなんか寝れないんですよ。結構興奮がやっぱ残って、はい、今あやちゃんが言ったように興奮が残ったりするんで、はい、帰ってそのすぐ寝つけないから、それまでの、ね、ちょっとクールダウンじゃないけどやることないんで、まあ、ちょっと並べようかな。でやってるうちになんかだんだん、あ、そこ、ここ悪かったのか、ここ直せばいいのかなとかで、だん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 なんかちょっと心の落ち着きを取り戻してくるかな。なんか錯覚でもいいので、なんかその一つこうしとけばよかったっていうものをとりあえず出しておくっていうのは、うん、引きずらない、まあ、コツかどうかわからないんですけど、そういう風にしてますかね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてのテーマに移りたいと思います。こちらのイベントですけれども、東北大震災復興支援 JT 応援プロジェクトというタイトルとなっていますけれども、先生方 の東北での思い出をちょっとお聞きしたいなと思います。はい、あの今日このイベントは先生方は初参加ですか？あ、はい、そうですね、JT 応援プロジェクトを始めてさせていただきました。はい、はい、そうですね、応援プロジェクトを始めてなんですけれども、ちょっと最初の挨拶でも言わせていただきましたけれども、私福島県に実は住んでいたことがありまして、1歳から5歳ぐらいまで、4年ぐらいかな、まあ、父親が農業をやってるっていうのもあるんで、福島に来た時もちょっとお米作りとかもしてたりしました。皆さんご存知ですか？はい、トベマイ、あ、結構うなずかれてる方多いですね今新潟で作ってるんですけれども、はい、まあ、そういうこともありまして、やっぱり福島にはすごくその愛着というかですね、僕にとってはまあすごく好きな地なんですね。なので、今はちょっとかなわないんですけれども、その少し前ですと旅行に、岸仲間で行くことがありまして、福島は本当に 何回も来させていただきました。はい、うん、あ、いや、小さい頃のこととかも覚えていたりするんですか？そうですね、まあ、1歳ぐらいなんで、まあ、全部鮮明に覚えてるわけではないんですけれども、はい、やっぱり雪が多かったとか、あと、まあ、猪苗代湖であったり、まあ、磐梯山であったりとか、そういう景色とかですね、
雄大な景色であったりとか、あと地名ですね、はい、そのやっぱりなんかその子供ながらにどこに何があるっていうのは分からないんですけれども、なんかその郡山とか磐梯熱海とか、はい、頭にこうやっぱ残ってるのがあって、どこどこ行くよとかね、はい、っていうのがありまして、あとそうさっきちょっと思い出したんですけど、はい、私あの将棋のプロ棋士を目指すきっかけがここの福島の地だったんですよ。どういうことですか大丈夫ですか話しても、はい、ですね、平成7年ですかね、竜王戦が、はい、佐藤会長と羽生九段の対局なんですけど、はい、竜王戦が磐梯熱海でありまして、その将棋を僕は小学生の時に小学校4年生ぐらい、3年生か4年生なんですけど見に来てたんですね、はい、それで、まあ、その時弱かったんですけど、その佐藤羽生の竜王戦をこう間近で見て、あ、これはこの世界目指したいなって思ったんですよ。それが最初のきっかけだったんで、その時僕茨城住んでたんで、はい、割と福島がちょっと近かったんで旅行しながらその竜王戦を見に来たっていうのがきっかけです。はい、じゃあこの郡山でのその竜王戦がなければプロになってたかどうかは分からない。そうですね、福島でのその竜王戦がなかったらおそらくその時点ではプロを目指さなかったと思いますし、もっと遅れてたかも、あるいは別の世界に行ってたかもしれないので、やっぱそういうやっぱ縁というかですね、その、まあ、イベントでプロの先生のこう、ね、迫力みたいなのを見てっていうのはやっぱりあったので、そういう意味では今日だから来てくださってる子どもとかもね、こうやっぱプロ棋士が参加してるイベントに来ると、はい、先ほどもね盤挟んだりとかもありましたけども、そういうのきっかけでなんかやっぱりこう強くなりたいなって思いがねこう湧き上がってきたりもすると思うので、楽しみですよね本当にね。そうですね、この今日のイベントを機にプロ棋士目指したいと、はい、思ってくれる子が一人でも増えてくれれば嬉しいですよね。じゃあちょっと今度は野田さんから聞きましょうか。はい、東北での思い出とかありますか？東北の思い出は、会津、はい、実家にホームステイをしてる子がいまし、はい、いましてというかホームステイしてた子時期がありまして、その子と一緒に会津に、会津若松ですか？はい、すいません名前忘れちゃった、おうち塾でしたっけ、はい、おうち塾ですね、はい、僕行きましたよ。あ、行きました。そこに一緒にこう、こう日本のこう良さといいますか、のどかなこう昔の風景というのを、おうち塾にホームステイしてたんですか？あ、それ違いますよね。実家にホームステイしてたので、なるほど日本のこう文化というものを行こうということで。どのぐらいいらっしゃったんですか？はい、どのぐらい、あのホームステイの期間ですか？はい、3ヶ月ぐらいずっと。ああ、でも結構それ何人かこう来て、その中の一人と、はい、来ました。じゃあ福島県も結構縁があるというかゆかりがあるんですね。そうですよね、はい。他はどっか行ったなとか、まあ、観光とかでも全然大丈夫なんですけど、まあ、あとはハワイアンズ。あ、さっきちょっと控え室でハワイアンズなんか出てましたよ ね。なんか高校の卒業旅行で友達と来ました、あれ、あじきさんハワイアンズ？私ハワイアンズ相当何回も来ていますでおっしゃってましたよね。そうなんです。と結構温泉とかがすごく好きなので、はい、家族旅行で両親とも東北にはも何度も旅行に来ていて、大体郡山まで新幹線で来てバスで移動するっていうパターンなんですけど、なんかさくらんぼ狩りとか桃狩りとか結構狩り系、はい、好きなのでそれで温泉に入るっていうのが多くて、だから割と最近だとやっぱり主人とハワイアンズに何回も一緒に車でですねですけど来てます、行ってますね。楽しくてすごく。ちなみに中村先生はハワイアンズはまだ行ったことないですね。私もないんです、はい、はい、ああよかったよかった、うん、中村先生は東北での思い出ございますか？うん、私はねやっぱね仙台出身なんでね、やっぱり子供の頃やっぱ隣の県ということでね、はい、旅行とかも来ましたし、温泉入りとか来ましたしね、あと将棋大会なんかでもねこちらのお邪魔したこともありますし、うん、結構こう身近にね福島を感じることができましたね子供の頃は。うん、今はねこう棋士になるとこうやっぱり東北出身の、うん、棋士ということでね何年かに一度やっぱりお呼ばれしましてね、はい、やっぱり皆様と交流するということでね、やっぱりずっとやっぱりそう考えると自分にとってそうやっぱり近い存在ですね福島県はね。また震災で
やっぱりあれですよね、その、10年前の震災でやっぱ東北という、 こうやっぱり被災地そういう、なんていうかね、この私は東京に今住んでますけども、なんとかね少しでもこの、自分なりにできることを応援ね、応援をしていきたいなっていう気持ちがまた違う意味でまた芽生えましたよね。まあ、宮城とか福島、将棋が盛んで将棋イベントもとても多いですけども、プライベートでこう遊びに行くならなんかここがおすすめだよとかあったりしますか？福島ですか？福島とか東北。そうですね、でも大内宿はすごいやっぱりなんか家なんていうんですか、日本家屋、あれなんていうんですか、藁の屋根みたいな、その昔ながらの建物が売りなんで、そこはやっぱり一回行ってみたいなっていうのがあって、そこは多分王道だと思うんですけど、郡山まで近いのとかだと、洞窟が有名だったんですかね、阿武隈洞とか近いですかね。すごい、皆さん名付かれてました今。なんか洞窟はなんか小学校の時に遠足で行ったのと、あとこの間渡辺名人と一緒に行ったんですよ。お、どちらに？その洞窟。あ、その洞窟に。洞窟の中を渡辺さんとか、あと、まあ、プロ棋士何人かで行きまして、はい、だから福島も旅行に何度か来てて、その時は喜多方ラーメンとかもいただきましたし、はい、あとは、猪苗代湖に行って、白鳥とか鳥がいっぱいいるんで、野鳥っていうんですかね、鳥がいっぱいいるんで、そこでこう餌やりをしたりとかそういう感じで。自然いっぱいなんですね。やっぱり自然系が多いと思うので、あと冬だったらスキーとかですかね。か山といえば中川先生ですけども、まだね、磐梯山登ってないんだよね。あ、一度やっぱ行かなくちゃいけない、はい、やっぱね、うん、山登りといえば、うん、福島といえば磐梯山だったりね、はい、うん、シンボルですからね、やっぱね。室谷さんは？私ですか、うん、もうよくぞ聞いてくださいました待ってましたいや実はですね、私郡山は結構思い入れのある土地でして、はい、というのも、2016年4月、はい、マイナビ女子オープン第9期はい、第2局タイトル戦にできたときに、まあ、そのシリーズ、はい、加藤桃子さんに、あ、今日いないんでちょうど言いやすいんですけど1勝3敗で敗れたんですね、はい、それが私にとって記念の初めてのタイトル戦だったんです。で、その1勝3敗で敗れたんですけども、唯一勝った対局が第2局こちらの郡山。おー、そうなんですよ。それは素晴らしい。そうなんです。浜津ホテルさんですかでありまして、そうなんです。その将棋はね、もう今でも覚えてるんですけども、だからもう忘れられないです。いや、最高のエピソードじゃないですか。もうね、皆さんね、早く言わないとね。いや、誰か聞いてくれないかなと思って、ありがとうございますって待ってたんですけど、はい、そうなんですよ。素晴らしいですね。思い出の地ですね。はい。まあ、他にはこちらの JT 応援プロジェクトで、岩手県の宮古の方に行かせていただいたりとか、本当に東北はいろいろ守らせていただいて、はい、すごい雨降ってきましたねはい、なっております。はい、まだ時間は大丈夫ですね。皆さん東北の思い出はもう言い足りないってことはないですか？まあ、やっぱり旅行で来て、あとなんかそうですね、将棋の、お仕事とかイベントとかでも来させてもらったことはあるんですけど、はい、でもなんかやっぱり食べ物も結構おいしいので。食べ物行きましょうか。食べ物、そうなんですよね。どうですか、イメージに何かありますか？桃がね、さっきね、控え室も出てましたけど ね、桃の話とかね、あとは、今日も駅で、うん、だからさっき式に行っても喜多方ラーメンに関心があったけども、あ、はい、ね、いやすいません、まあ、これはちょっと遠いんですけど、喜多方ラーメンやっぱりすごい、まあ、有名じゃないですか、はい、すごい好きで、で、まあ、ちょっと味はだいぶ落ちると思うんですけど、近所に喜多方ラーメンがあって、結構そこ食べに行くたびに喜多方に行きたいなっていう思いはすごい食べに行くぐらい好きなんですね、はい、食べに行くぐらい好き で、はい、で家から車だとちょうどね330キロぐらいあるんですよ、喜多方までね多いよ330キロの壁はどう越えようかなっていう話をよく岸仲間とも話してます、はい、喜多方ラーメン私はまだ食べたことがないので一度食べてみたいですね。さっぱりしててすっごい美味しいですよ。細麺ですよね。そう、なんかちょっと縮れてる感じですよね。美味しいです。食べ物本当にたくさんありますよね。宮城県だったらずんだとか、はい、はい、
岩手行った時はわんこそばですか、うんうん、とかもう食べてみたいんですよ、何杯行けるかとか、はい、なんか郡山でこれおすすめですよっていうものもしあったら教えていただきたいんですけど、ちょっと代わりにお土産とかでも、うん、なんかありますか。お、あ、ありがとうございます。あ、そうですね、ママドール、お菓子ですよね、はい、あ、聞いたことお菓子ですよね、なんか大好きなママドール一つお土産決まりだね、はい、これは決まりですね、買っていきます。そうなんです、ママドールね、はい、あの国道沿いとかにいっぱい看板出てますんで、多分あの、はい、駅にもありますので、甘くて美味しい懐かしい味がするお菓子になってますね。なんか今日はあの皆さんから事前に質問をいただいてまして、はい、で実はあの福島の食べ物で好きなものはありますかという質問があったんですが、今あの北方ラーメンとかお話があったので、ちょっともう一つご紹介させていただいてもよろしいですか。先生方は子どもの頃はどんな勉強かっこ将棋のをされていましたか。また将棋をやめたいと思ったことはありますかというご質問が来てまして、これはじゃあまず戸部七段から、はいはい、まずじゃあ将棋の勉強法ですけれども、はい、そうですね、僕はあの将棋始めた時はあの茨城県に住んでいまして、そうですね、ちょっと東京がちょっと距離があったんですね。それでその対戦相手になかなか恵まれないということはあったので、まあもう定石書を読む、詰将棋を解く、あとはやっぱり将棋大会とかイベントがあったら、まあ、積極的に参加するっていうのはやっぱりすごく心がけてましたね、はい、あ、じゃあイベントに参加したりとか。そうですね、大体茨城とか福島とか栃木とか近いところであるイベントは大体行くようにはしてましたね、はい、戸部先生10月からおすすめの勉強法があるんですよね。あ、すごいいい振りですねあの、ちょっと、まあ、私事になってしまうんですけれども NHK、将棋講座今ご覧になっている方どのぐらいいらっしゃいますか。ほとんどです、ね、結構そうですね今木村和樹、九段が講師をされていると思うんですけれども、10月から、私戸部誠がやらせていただくことになっております。ありがとうございます。多分情報まだどこにも出てないはずです。はい、ちゃんと許可をもらって今先ほどそうですね、はい、ちょっとちらっとここは特別に話していいですよっていう許可がもらえたので、ちょっと福島の皆さんこれ初めて言ってます。僕ツイッターとかでも一切言ってないので初のあれなんですけども、居飛車対振り飛車の対抗系を、まあ、NHK 杯で行われたような将棋をちょっと題材にしまして、居飛車対振り飛車の、講座をやりたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。よろしくお願いします、はい、とびきりの情報ありがとうございます。福島で情報開示でございますね。じゃあちょっとお時間になってきたんですが、最後に勝負飯は何ですかという質問をたくさんいただきましたので、では代表で中川八段よろしいでしょうか。勝負飯、勝負飯ですね、勝負飯です、勝負飯ですね、勝負飯ですね、勝負飯ね、勝負飯、勝負飯か、勝負飯ね、私はね、あんまり食べ物にこだわらないんだけどもね、やっぱり勝負に勝つで、カツ丼ね、カツ重か、カツ重を頼むときはありますね。ただね、カツ重頼むときはね、やっぱりね、重くなっちゃうんでね、そうですね、結構ボリュームありますからね、うちらが頼むカツ重、すごい厚い肉がね、はい、ボリュームなんでね、これはね、たまにしか頼まないんだけども、やっぱりカツ10ですかね、はい、はい、わ、美味しそうですね。じゃあ女性の意見ということで、あじきさんいかがでしょうか。すいません、私もカツ10なんですけど、え、はい、なんか私カツ大好きで、大体前の日はカツ食べてから臨みます。あんまり穏やかであんま見えないけどね、ほんまね、あ、じゃあかぶっちゃったけど、じゃあゆきちゃん。いや、私は焼肉ですね。やっぱでもお肉系で、私も全然違うじゃなくて、全然違うんですよ、一緒にしようとしたんですけど、はい、じゃあ、はい、結構お肉を勝負にされてらっしゃるんですね、はい、お肉の食材で力つきますもんね。なるほど、燃えてくるよね、なんかね、あんまりね、勝負の前菜食主義とかあんまりそういうこと考えないやっぱね、うん、肉をこうがっつり食べてね、はい、うん、
今日は本当にあのプロ棋士の皆さんのね、あの貴重な本当にこう生の声を聞くことができました。楽しいトークショーでございました。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。